どうも皆さんこんにちは。うぷ主です。今回私、Twitter を見ていたら面白い企画を見つけてしまいました。それがこちら。超ハイリスクハイリターン福袋を販売します。各国実機、下の画像のものが景品です。あらかじめ景品には番号を振ってありますので、欲しい場合 DM 兵器から30の番号を書いてもらえればと思います。すべてジャンク品で保証はしません。また、未使用が半分あります。発売期限は今月末までです。これは動画投稿者として買うしかないと思い3袋ほど購入したので紹介していきたいと思います。それでは早速開封していきましょう。今回私が購入した番号は6番、8番、30番になります。1から30番までの中から好きな番号を選ぶタイプだったので、どの数字にするかとても迷いました。購入したからには当たりの RTX2080Ti や i9900K を狙っていきたいですね。今回動画にさせてほしいといったところ同梱販売なのに個別に袋に入れてくださりました。ありがとうございます。とりあえずあまりにも小さくて心配なこの袋から開けていきましょう。一つ目に入っていたものは、こちら、何やらブラックシャークと書かれた小さい箱が出てきましたね。ネットで検索したところ、ブラックシャークの Bluetooth イヤホンであることがわかりました。お値段は新品で3499円。購入金額の8000円を考えると外れの部類になりそうですね。詳細は後で見るとして、一旦次の商品を見てみましょう。次に見ていくのは大きく期待ができる8番。スマートフォンなども当たり枠にあったので期待したいところですね。先ほどの袋では損でしたが、当たりが出たら一発逆転もありますからね。ここから先の2つに望みをかけていきたいところです。袋が開いて中が見えてきましたね。何やら青色の箱が見えます。これはスマホではなさそうですが一体？はい、出てきましたね。どうやらオーディオミキサーのようです。すごくどこかで見たことがある商品なので検索してみたのですが、どうやらイオシスさんで1480円で売っていたサウンドカードと同じ商品みたいです。こちらは先ほどのイヤホンより外れの部類になりそうですね。この2つで11,021円のマイナスになってしまいました。こちらも一旦置いておいて最後の袋を見ていきましょう。最後に開ける30番はとてつもなく薄いですね。厚さ3センチくらいで何が入っているのか見当もつきません。ただこの厚みでスマホやグラボの可能性はない。果たして何が入っているのか？見た感じ RGB の文字が見えますね。早速プチプチから取り出してみましょう。これはなかなか良さげなものの予感がします。どうやら RGB メモリみたいですね。容量は 8GB×2 で 16GB。現役でもまだまだ使えそうです。メルカリ相場はだいたい6000円から7000円程度。間を取って6500円換算にしておきます。これで今回購入したものが全てで揃いました。ここからは各部を見ていきたいと思います。まずは一番最初に入っていたブラックシャークの Bluetooth イヤホンを見ていきましょう。付属品は説明書、イヤホン本体、充電ケーブルの3点みたいですね。個人的には充電端子が Type-C なのが嬉しいところです。最近ブラックシャーク4 Pro を購入したのでセットで使っていきたいと思います。質感も3000円とは思えない良さで嬉しいですね。値段的には微妙ですが実用性のあるものが来てよかったです。お次に見るのはこのサウンドカードですね。こちらは開封されているので少し内容物が変わっているかもしれませんが、使用する分には全然問題ないと思います。本体はこんな感じでそこそこ質感は良いですね。性能自体は1480円でも賛否両論が分かれていたので微妙かもしれません。こちらに関しては使用用途が見当たらないので、しばらく保管して様子を見ることになりそうです。個人的にはマイクロ B 端子なのが少し使いづらく感じました。最後にメモリを見ていきましょう。今回の中で一番当たりだったものですね。私は DDR4 環境で生きているのでとてもありがたい一品です。光るものに関しては1枚もなかったので嬉しいですね。こちらのメモリは RGB がない部分のヒートシンクも落ち着いたデザインでとてもかっこいいですね。周波数的にも 3200MHz あるので困らなさそうです。はい。今回購入した福袋の中身は以上となります。3つセットを買う前に先に1つ購入していたのですが、こちらも残念ながら当たりを引き当てることはできませんでした。それが左上の電磁波測定器ですね。Amazon でおよそ3500円程度でした。今回もご視聴いただきありがとうございました。残念ながら当たりを引くことはできず、結果的にマイナス16,521円という結果になりました。購入金額が32,000円なので約半分、といったところでしょうか。これに懲りず当たりを狙って次もチャレンジしていきたいですね。気分的には開けるワクワクやドキドキ感を味わえたのでとても楽しかったです。今後も PC やスマホ関係の動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録・高評価もお願いします。それではまた次回の動画で。さようならー。